今回はテクスチャを改造しまくるマインクラフトです。今回はこの Adobe Photoshop っていうソフトを使ってね、どんどんテクスチャを書き換えていきましょう。まずはこういう有名どころのブロックから書いていきます。そしたら作っていきましょう。なんかもうめんどくさいのでね、文字を書いて入ってきました。これが新しく生まれ変わった草ブロックです。はい、そしたら多くの原木も雑に書き換えていきましょう。今回めちゃくちゃ作業量が多くなるので、一個一個は結構雑に作っていきましょう。マインクラフトの苗木ってパッケージ詐欺だと思うんですよ。よいしょ、よい、よいしょ、はい、よいしょ、よし、うまくいったぞ。いや、草でできた草がすごいカオス。ひどいこの世界。原木とか葉っぱもちゃんと変わってますね。いや、これは奥が深い。白樺もね、きちんと直してあげました。この鉄インゴットがね、はい、なんということでしょう。銀の盾に変わってしまいました。銀の盾欲しい。まあ、黄色い花といえば、やっぱりあれですよね。はい。にっこり。牛といえば牛乳だと思うのでね、全身牛乳動物さんをね作ってあげました。いやー、見た目がカオスすぎる。これが自然スポーンするんだからすごいよな。溶岩ももちろん書き換えていきます。なんかすごいファイルが長かったのでね、楽譜を作ってあげましょう。トーン記号を書いて、はい、書いていきましょう。あ、これこんな感じになるんだ。いや、それにしてもひどいな、これやばい。これなんだと思いますか？正解は火です。面影が全く残ってない。次は高い草をね、書き換えていきましょう。はい、クリーパーを作ってあげます。クリーパーの大群だ。どこもかしこもクリーパーの大群まみれ。この村人のふざけた顔も書き換えていきます。お目目をパチクリとさせて、鼻の形もね、変えちゃいましょう。あれ、おかしいな。こんな顔だったっけ？プラスチックに溶岩が入る時代になりました。こういう鉱石とかの地味なブロックもちゃんと書き換えていきます。これ作るのに意外と時間かかった。この氷もね、きちんと氷っていうことが分かりやすくなるように氷って書いてあげましょう。いや、これこそ氷で、かまどとかを開いた時に出てくる画面もきちんと書き換えてあげます。まずはちゃんとね、全部消しゴムで消していきましょうか。さあ、綺麗さっぱりなくしてあげて、はい、この小学生が書いたような変なやつにね、なっちゃいました。樽の中から誰かがね、覗いています。にやり。次はね、かぼちゃの顔を描いていきます。やだな、この顔。かぼちゃがこんな顔してたら本当にやだわ。うざすぎる、この顔。次はコンポスターですね。今回は村人にメッセージを書いてあげましょう。農民よ、働け。仕事道具にこんなの書いてあったら絶対やだな。ひどすぎる。 2000 years later。 はい、というわけで、はい、今回は、はい、わかりますか、このおかしい感じ。もう見たらわかるでしょ。私が作ったリソースパックなんですけど、今回はこの世界でダイヤチャレンジです。え、ダイヤだけでいいの？簡単だよ、協力でいこう。あ、協力ね。まずね、そこに村あるやん。そう、村があるんだよ。お、待って、花がすごい。花が、花、お、笑ってるよ、花が。ちょっとクリーパーこっちめっちゃ見てんだけど、怖いって。お、松明なんかちょっとリアルになってなんかスケスケドアやん。俺が寝る。ちょガラス、これ見るな。意味わかんねえだろ。うわ、何これ。お、雑やな、おい。ここにダイヤ入ってたら終わるけど、どうする？あー、それはなしで。あ、なしで、はい。おーい、線が雑やな。うわー、ひどい。見て、見て見て見て、開いてない。中ないじゃん。そうだよ。あ、すごい。これ壊すときなんか通じてるじゃん。そうだよ、クラフトのところがひどい。ひどい。作業台できたよ。作業台ちょっと開いてみて、これ。待って、ずれてる。超使いづらい。丸罰ゲームできてる。はーい。太陽。あ、でもおかしい。あ、待って、なんか塔が2つ重なってね、これ。重なってないんじゃない？え、これ何？リンゴ。このリンゴ何？何これ？スマホじゃん。iPhone です。あ、そういうことね。なるほどね。あー、そういうことだよ。これ iPhone 食べてるやついいんだけど。え、待って、てかこの村村人いなくない？確かに。スライムがいっぱいこっち見てんだけど。怖い。こんな感じになるんだ。これ何？シダ。あ、何これ？あ、羊。え、これ羊毛何色になるんだろう？白。ゾンビ。あ、やばいやばいやばい、クリーパーだ。カモフラージュしてんじゃねえよ。え、何？やばい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 。やばいやばいやばい。やばいやついるって。クリーパーです、こいつが。ねえ、わからないって。あ、なんかあるけど、腐った肉がなんか美味しいお肉になってる。どういうこと？美味しいお肉、美味しいよ。食べてみて。美味しいわけねえだろ。水水水水水って書いてある。これ何？水何これ？これは水。あ、わかるだろ、それ見たろ。これ作業台超使いづらいんだけど。
枠が枠として機能してないから、なんか血ついてないこれ。そう、あ、血ついてるわ。お前のツルハシ細っ。石のツルハシ2本作るわ。え、何これ待って、あれマグマですか。あれマグマだ。昼だったら絶対わかんない。あれこれ5000じゃない。危ない。あ、ちょっと、あ、じゃあ本当にガチで、おーいおーい、ほらバグってるね。うん、どうした、これちょっとバグってない。あ、そっか、でも普通のクリーパーは豚か。じゃあ豚は何なんだろう。豚は豚です。ちょっと待ってね、え、ツルハシどうやって作るんだよ。なんかこう逆流してるように見える。ほんとだ。おい、やめろ、アップねー。いや、かまどの見た目ひどいな。かまど雑。さあ、そろそろ鉄が、お、できてる。鉄インゴット、できたできた。ほら見て、銀の盾。あ、なんだこれ。刺さってないから大丈夫。あ、なんか石の剣かっこいい。ほんとだ、石の剣まともな見た目してる。これは言ったらまずいでしょ。あ、でもダイヤみたいな見れるよこれ。いや、ダイヤじゃない。あ、ちょ、いや、それはまずいって。あはははは。やばい、クラフト慣れてきたぞ俺。なんか鉄でバケツ作ったつもりなのにプラスチックになってんだけど。ほんとだ。おー、うま、え、うま、へへへ、練習したから。あ、おー、はいはい、おい、マジかよ。いや、失敗したけど、普通に耐えた。え、もしかしてさ、2段階あるんだけど、これ。うわ、これはそれ死ぬわな。おっし、おっし、もうこれでここにリスポーン地点設定されたから。あ、8だ。なるほど。今、上から落ちてきてさ、そこで寝てたのが見えたんだけどさ、めっちゃ面白かったわ。これ何、これなんだ、鉄かな。ない。あ、ダイヤある。え、嘘、これダイヤじゃね。あったー、スパイダーマン取っていいよ。取ります。よいしょ。おお、おー、ダイヤモンドの盾、なんか見たことある。これなんだっけ。ニャンキャットぽい。おーい、オッケー、作った。よっしゃ。なんかダイヤモンドの盾が連なってない、これ。まずこれが本棚ですね。本は1個も入ってないんですけど、氷が実際にブロックになるとこんな感じです。すごい涼しそうだな。で、苗木がこんな感じですね。全部きちんと作ってある。なんと茶色のキノコはファイヤーフラワーになってしまいました。で、これが一番やばいと思うんだけど、レールがなんと斜めを向いてます。しかもこの斜めのレールの上、きちんとトロッコ走れるんだよね。どういう仕組みしてるんだろう。で、なんとニワトリは、はい、のこのこの見た目です。結構見た目そのまんまなんだよな。で、倒すとね、ちゃんと甲羅が手に入るようになってます。頭おかしい。